messages don't need more words.寿司に到着しました。遠い遠かった。めっちゃ乗ったと思ったらまだ横浜みたい。早速カフェ行きましょうか。ところにあるかな。ちょっと不安だね。あの普通の家じゃないですか。あれ？ついてるはずだけど。ここ？家じゃないよね。あ、オープンで書いてる。あ、ここかも。やった。オープン。すごい。すいません。すいません。こんにちは。すごい、めっちゃいい匂い。こんにちは。可愛いんだけど、初めて見た。いつもより美味しい感じ。別のお水より美味しい。トモヤは何カレーですか？スパイスチキンカレーです。いただきます。すごい大きい野菜の旨味がギュッとギュッと詰まった感じです。どう？バカうまい。やっぱり夏はカレーなんですよ。この下の層にまだ味が違うところがあって、上と中と下で。それはティラミスじゃん。もともとそう思ってもともとそういうデザートじゃん。確かに。いやでもうまい。これなんか、今までのティラミスの中でもだいぶ美味しい。ごちそうさまでした。おしゃれじゃない？この看板。とても癒されました。じゃあこれからアイス食べに行く？アイスクリームの専門店行きましょう。ゴー。ゴー。何フレーバーです？1個でかい。1個でかい、結構。じゃあちょっと慎重に決めないと。うん。
アイスクリームのトートバッグめっちゃかわいい。欲しい。先に何フレーバーを決めて、でコップがコーンを決めて、で最後支払い。試食もある。ストレージャーシングスの中もあったじゃん、ね、っていう。試食もらいました。あと何がありがとうございます。これは桃と白味噌のチーズ味。溶けてる、やばい、早くしないと。 白味噌味だよって言わないとわからない。桃うまい、うまい、うまい。食べる。まあ、とりあえず可愛いの全部しようかな。全部可愛い。違う、こちらの4種類を1個ずつ。下の4種類、オレンジから、あ、そうです、スタジオまで購入しました。ドーナツたち、可愛い子たち、食べられる街、ミッション完了。はい。来ました。ハロー、トモ。ハロー、ハロー。いろいろ用意していただいたソーマさん。ソーマさん。めっちゃすごい。こちらの組み立ての椅子、これ可愛いね、欲しいね。ね、可愛い、欲しい。で、組み立てやすいし、本物の薪です。本物の巻き、偽物の巻きとかない？ いや違う、あの、なんていうか、リアルで見たのは、うん、初めて。初めてではないと思うけど、でもなかなか日常生活にはないじゃん。我々はよく見るやつ。アウトドア好きな人は、うん、ああ、そっか、うん、よく触れてる。この鍋もすごい、まあ、鍋は新品らしい。焚き火台すげえ、これゼルダじゃん。ゼルダ、これゼルダ、ゼルダ、めっちゃゼルダ、これゼルダ、ここでこう調理して、これすごいね。こんな感じでプロジェクター設定していただきました、うん、壁に投影すると楽しみですね。プロジェクター映画のために存在する壁です。多分違いますけど、何らか役割はあるでしょう。もっと重要な役割がある。座っててくれれば大丈夫。ここ、あー、すごい。結構時間かかります。すごい。大丈夫？焚き火の様子は。なんかまだ消し方は教えかなかった。そう、消せない。あー、それをひねれば消えるんですね。でもめちゃくちゃいい構図と色。乾杯。夏に乾杯。乾杯。海行きましょう。めっちゃピンク、めっちゃいいんだけど。ありがとう、誘ってくれて。マジで命の恩人。命の恩人。トモさん、ありがとう。綺麗。綺麗。すげえ。めっちゃ幻想的。なんか火力がね強いからそうなっちゃう。繊細、ウインナーとポテトの、絶対うまい。
チュールバターを購入します。チューブね。チューブ。チュールバターは猫用のあれなんですか。チュール。じゃあチュールだ。おお。ねえ。食べた？食べた。じゃがいもガリガリで、ちょっとこけてるところがめっちゃうまい。家で作れない感じのじゃがいも。イエーイ。ネットフリックス。すごいね、トモヤ。すごい。ふわもちマシュマロをいきたいと思います。いいね。一瞬で黒くなっちゃう。おー、ちょっと焼き目が、うん、おー、いい感じ。あー、いい感じ。あー、消さないと。今度くぐる。あー、一瞬黒くなった。あー、やばい。一瞬だ。失敗。食べてみ。いや、食べたくない。この黒すぎる。今言われたのに。あ、まあでもうまい。うまい。あ、ふか。失敗しました。リベンジします。はい、東京リベンジャー。寿司だけ。寿司マシュマロリベンジャー。あんまり近づかなすぎないように感じで。もう茶色くなり始めたらもういいぐらい。暗すぎてあんまりわかんない、茶色。よし、うん、よし、多分いいかも。うん、トモヤ食べる。あ、うん、うん、あ、うまい。おう、溶けた。食べる？食べる。一口。うん、うまっ。そうそうだね。うん、リベンジャーズ成功。成功。自販機発見。なぜかルローハンが売ってる。ルローハン自販機。だし玉と高菜漬け。謎自販機。すごいね。